ご使用されているお客様におかれましては、直ちに中止使用中止をお願いいたします。先週金曜日、紅麹成分入りのサプリメントを摂取した人に健康被害が確認され、自主回収を発表した小林製薬。紅麹は食品の原料としても他社に供給していたため、影響は全国に拡大。 入院もこれまでに26人が確認されていますが、きのうまでに新たな入院の申告がおよそ50件寄せられていることが分かりました速やかに情報提供するよう指示をするとともに、全国の自治体に対して健康被害情報を収集するよう指示したところでございます。食品衛生法の対応を判断するために、 小林製薬に対して厚生労働省の担当者が同社の対応状況についてヒアリングを行いますまた原材料を使用した関連製品についても今週中に事案の状況と対応の必要性を審議するとしましたそんな中今日小林製薬は自主回収の対象となっている紅麹コ,コレステヘルプを継続的に接種していた人が死亡したことを明らかに 亡くなった人は2021年4月からおよそ3年間通信販売でベニコジコレステヘルプを購入し1日3粒摂取していたということです今年2月に腎疾患で亡くなり今月23日の夜に遺族から申告があったということです小林製薬は死亡との因果関係を調査していて今日遺族と面会し経緯を詳しく聞くことにしています